Hello everyone! 皆さんこんにちは。怪獣さつき .com へようこそ。私は怪獣さつきと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、昨日になりますが、2017年2月25日土曜日、こういう、イベントに行ってまいりました。何を恐れる？フィミニズムを生きた女たちで、上映&トークインジェフリー鈴鹿ということで、あの上野千鶴子先生が、トークショーにいらっしゃいました。で、これはあと映画でございます。映画ね。で、あのフィミニズムを生きた女たちということで、あのウーマンリブですね、の先駆けて、戦ってこられた女性たちの、インタビューを、コラージュみたいにまとめたものです。ですので、映画ということにはなっておりますが、ドキュメンタリーで、悪質があるとかそういうことではございません。で、実際ね、活動していらっしゃった方で、今もご存命の方に、インタビューをお願いしているということですので、皆様ね、もうだいぶご高齢で、ですけれども、まだまだ皆さん元気でいらっしゃいました。で、やっぱりこれね、今お作りになったっていうのはすごく意味があると思うんですね。こういう言い方すると、ちょっとあれなんですけれども、やはり皆さんまだ生きてらっしゃって、ご自分の言葉で活動のことをご紹介できる間に、このような形でですね、まとめたというのは、こう歴史の資料的価値といいますか、そういう意味でもですね、すごく貴重なもので、これからこれがね、いろいろなところで引用されて使われていくのかなというふうに思いました。で、そのご出演になった中ではですね、上野千鶴子先生は一番お若い方でございまして、まだ現役バリバリでいらっしゃいますから、美しくてですね、お話になっておりました。で、知ってるというか、名前聞いたことある人もたくさんいらっしゃいましたけれども、この方のことは知らなかったわという方もいらっしゃってですね、多分すごく、お一人2時間ぐらいのインタビューですね、の中から、一言一言抜粋してですね、コラージュみたいにして言っているので、もっともっとたくさん実はお話になっていて、一人一人がですね、一人で一本の映画をお撮りになれるぐらい、すごくこうドラマチックな人生だったんだと思うんですけれども、その中で女性の地位を高めるとかですね、そういうところに特化してですね、どういうことをしてきたかとか、それで世の中がどう変わったかみたいなお話だけにも特化されていたので、本当はお一人お一人もっと深くですね、お話しされると、それはそれで、もっと、なんていうか、映画としてはですね、もっと興味深いものになったのではないかと思いました。なんかね、海外に行かれて、いきなりシングルマザーになって帰ってこられたとかですね、すごかったですよ。で、ただですね、映画としてはですね、もうね、もうぐったりしました、見終わったら。すごくこう抽出された言葉をこう切り取っているので、聞き逃しちゃうと、その言葉はもう二度と聞かれないわけですよ。で、過去の映像みたいなのが残っていて、例えば学生運動とかですね、そういうのが出たりするところもこう挟み込まれているんですけども、そこはほぼ字幕で対応されているんですけども、その字幕の文字が白ででしてね、それしょうがないんですが、で、背景も白っぽいところも白黒ですのでね、昔のフィルムは。なので、白と白をかぶってですね、見にくいとかですね、あと、一番後ろの席に座っていたので、その目が良くないものですから、ちょっと字が見えにくいとかですね、いろいろありまして、もう目と耳がもうフル回転みたいな感じでですね、本当に疲れました。なので、これも映画っていうよりも、DVD になったということなんですけども、やっぱお家でですね、気になったところはこう止めたり巻き戻したりしながら、じっくり見た方が、なんかこうストレスなく見れたかなという感じはいたしました。で、後からですね、トークショーの終わった後に、上野千鶴子先生も直接、ちょっとね、感想をお話申し上げて、そしたらその時ですね、なんか英語バージョンもできてるんだよみたいなことでした。ですのでね、で、確かその英語バージョンだと、なんか字幕、日本語の字幕がついてるかな、だからなんか、そっちだと2つ楽しめますよみたいなお話されていたので、そちらもですね、拝見しながら、ゆっくり見たらいいかなと思います。で、これ当初ね、3
300万円で作ろうということで始められて、でまあ300万円って言ったらまとめなくなってしまいますから、まあこういうことでね、作ろうと思うのでということで、まあ、寄付を募ってですね、最終的に1200万ぐらい集まったとおっしゃってましたかね。まあ、それでもまあ映画としては低予算ですよね。なので、まあ、いろいろですね、昔の映像とかを使いたかったんだけれども、そういうのまあ著作権の関係とかあって、借りるのにすごくお金がかかるから、そんなに入れれなかったんだとかね、まあ、そういうお話もあったようでございます。そうですね。で、これこのね、この方たちがみんな登場されてですね、いろいろお話をされるわけで、こう当日のパンフレットにも一人一人こうなんかありますけれども、本当に何ていうか、何て言うんですかね、戦った方ってやっぱり表情がやっぱり皆さんなんかこうやっぱりピシッとされてますよね。やっぱり顔に出ますね。ということでですね、私もですね、まあちょっとね、いろいろね、考えるところございました。で、上野千鶴子先生、現在の上野先生、こういう感じで、ね、さっきお写真とか拝見すると髪の毛が赤いので、何色かなと思って楽しみにしていたらですね、本当に赤でございました。あれは一回ブリーチして抜いて、それで入れないとあんな綺麗にならないですよね。なので、なんかちょっとね、そこに非常に興味が惹かれまして、どうしたらあんな綺麗な赤い色がこう入って、しかもそれがキープできるのかというのでですね、そんなにお忙しい人なので、そうそうしょっちゅう病院に行くお時間もないのじゃないかと思うんですけど、いかがなんでございましょうか。で、あとなんかお帰りになった時には、真っ赤なベレー帽をおかぶりになってですね、確かおかばんか何かも赤かなんかだったかな。私も赤好きなんですけれども、なんかこう控えめな赤じゃなくて、ザ・レッドみたいな感じでですね、赤をなんかもう普通にお召しになっていてですね、ああやっぱりああいうね、お色本当に似合う方だなということでですね、すごくまあ実際お目にかかると小柄な方なんでございますけれども、半径5メートルぐらいね、なんかこうエネルギーがね、こうなんか満ち満ちている感じでございまして、本当にお話ができてよかったと思いますということで、本日はですね、何でしたっけ、名前がちょっと難しいですよね。何を恐れるというこの映画のご紹介でございました。今もですね、まあ、昨日のような形で、何十人とか100人ぐらいで、まあ、実施上映かみたいな感じで、どんどんやっているそうでございます。やっぱりこう一人で見るのもいいけれども、まあ、いろんな人と見て、その後こう感想を言い合ったりすると、なんか皆さん意外な感想をお持ちなので、それもすごく刺激になったりして楽しいかなと思いました。ということで、本日は上野千鶴子先生とお話をしたというご報告でございました。以上、介助サスケ .com。 See you next time. Bye!